さて、台風が近づく中、南部の佐伯市では備えが進んでいます。佐伯市蒲江では今朝から漁師が台風対策に追われていました。これも取っておかんと、こう浮き飛んだら悪いんでですね。普段は沖に停泊しているおよそ70隻の船が港の中に係留されていました。それぞれの船をロープで固定しています。さらに多くの船が係留されています。ここ蒲江と深島を結ぶ定期船なんですが、台風の影響で欠航が決まっています。佐伯市によりますと、深島への定期船はあさってまで全便の欠航が決まっているということです。台風対策は船だけではありません。台風のですね、風で停留バス停の停留所がいつも転倒したり飛散したりするので全部固定しています。本日中にですね、57箇所です。振興局の職員が地区内のコミュニティバスの停留所の看板を固定したり、あらかじめ横倒しにしたりして対策していました。